ソーセージサンドイッチは、調理されたソーセージを含むサンドイッチのことである。バゲットやチャバッタロールのような大円形のロールパンに、そのままか切ったソーセージをサンドしたものである。イタリアンソーセージ、ポーランドのソーセージ、ドイツのソーセージ、地中海、メルゲース、アンドゥイユ、チョリソのような、辛いものや甘いものが使われる。人気のトッピングは、マスタード、ブラウンソース、ケチャップ、ステーキソース、 胡椒、玉ねぎ、ザワークラウト、チリ、そしてサルサなどである。イギリスのソーセージと卵、サンドイッチイギリスでは、ソーセージサンドイッチは、特にカフェや道端の屋台で見つけることができる。人気の朝食ではあるが、1日に、いつでも買って食べることができる。人気の組み合わせは、ソーセージとベーコン、ソーセージと卵、ソーセージと焼き玉ねぎ、そしてソーセージとトマトなどである。 ソーセージはしばしばロールパンやホットドッグパンに入っていることがあるが特にバーベキューで提供される。スコットランドではローンソーセージで代用され普通はモーニングロールか小さなロールパンが使われる。オーストラリアとニュージーランドでは学校の祭りや募金活動で頻繁に売られている。ソーセージは屋外のバーベキューグリルで焼き玉ねぎと共に調理されトマトや バーベキューソースを塗った一切れのパンを折り、それに挟んで提供される。この活動は、一般的に、ソーセージシズルとして知られている。祭り、募金活動、売り場と同じように、近年、ソーセージシズルは週末、バニングス、ウェアハウス、ハービー・ノーマンのような大手小売業者によって、事前目的で定期的に開かれるようになった。コミュニティグループによって組織された。 ソーセージシズルも選挙投票所で一般的であり、そこで売られるものは、公語では民主主義ソーセージとして知られている。ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、西オーストラリア州、タスマニア州のようなオーストラリアの大多数の州では、ソーセージシズルでパン一切れにソーセージを挟んで売るものがソーセージサンドイッチと呼ばれている。しかしながら、ビクトリアや、 南オーストラリアのような他のところでそれらはソーセージインブレッドとして知られており、またソーセージサンドイッチは2枚のパンと刻まれた冷たいソーセージ、トマトソースやチャツネで作られたものを指す。南アフリカで一般的に知られているのはボレオールズロール、または公務的にはボリーである。オセアニアで提供されている種類のサンドイッチと同じようにソーセージはブライグリルで焼かれ、 焼きたまねぎ、トマトケチャップ、バーベキューソース、チャツネ、甘いチリソースと一緒にホットドッグ風パンと共に提供される。ソーセージを売る商人アメリカ合衆国では、ソーセージサンドイッチは広く人気がある。一つは、口語的にホットドッグとして知られ、特にスポーツのイベントやカーニバル、ビーチやフェアで特に人気がある。大都市の通りにある屋台や惣菜屋でも売られる。 多くのアメリカのホットドッグの販売者は通常の食物に加えてポーランド、イタリアン、メキシカン、ドイツソーセージサンドイッチも提供している。トースト、ベーグル、イングリッシュマフィン、ビスケット、カイザーロールを使ったソーセージサンドイッチは一般的にブレックファストサンドイッチのことを指す。ありがとうございます。